ビィルヘルムスフェルトは、ドイツビュルテンベルク州ラインネッカー軍に属す、マチソン。この町は18世紀初めに保養地として知られるようになった、オーデンバルトの入植地である。この町は、オーデンバルト南部の海抜280メートルから530メートルの、丘陵地に位置している。東に向かって流れ主体の葉側に注ぐヒルスバッハ川の谷にあたる場所であり、 周囲は森に覆われた高原である。西は暗部がシュリースハイマー渓谷に向かって開けている。気候はわずか数キロメートルしか離れていないにも、かかわらずオーバーライン地高帯のそれとは明らかに異なっている。ここの気候は基本的に温度変化の少ない気候であり、オーバーライン地高帯に比べ平均気温で約摂氏2度低い。このため成果でも蒸し暑い日はほとんどない。 西側の安部地形と高地に位置することから、降水量は比較的多い。この町は475ヘクタールと小さな町である。土地の24.9%が住宅地及び交通用地、20.0%が農業用地、54.6%が森林である。周囲を取り囲む市町村は南から時計回りにハイデルベルク、シュリースハイム、 ハイリヒクロイツ・シュタイナハ、シェーナウである。ビルヘルムスフェルトの街並みビルヘルムスフェルトは、シュタイナハ渓谷からシュリースハイムの入荷地の森であった、この地に移住した5人の農民に対し、1710年、プファルツ選定校、ヨハン・ビルヘルムが開拓を許可したことから創設された。実際には、その数年前から何世帯かの農民の家族が無断で、住み着いていたと考えられている。 この入植地ははじめ、プファルツ選定校の名前にちなんで、ビルヘルムスブルクと称したが、その後すぐに、ビルヘルムスフェルトと記録されている。この集落は、ケラーライバルデックに属し、ケラー、または、ハイリヒクロイツ主体な派の村長が管理、運営を行った。新しく創設された。この集落は、少なくとも10年以上の関税を免除されていた。 このことが入植を助長した。1727年にはこの新しい村の住人は108人にもなっていた。この税制優遇措置は、この時代、この村が特に貧しい状態にあったことを示している。石の多い痩せた土壌で生計を維持すること自体が困難であった。さらにその後何度も悪天候による収穫の壊滅状態が繰り返された。 例えば1754年は、ひどいタウの年で、冬作物は実らなかった。また、1778年もまた新たな強作の年となった。1803年に、プファルツ選定校が廃止され、ビルヘルムスフェルトは、バーデン領となった。1807年には、ケラーライバルデック全域から、アムトウンターハイデルベルクが創設された。年に、 ビルヘルムスフェルトは、ハイリヒクロイツ主体な派の管理から分離され、独立した自治体となった。1885年4月5日には、皇妃エリーザベトとその娘バレリーがこの村に滞在した。第一次世界大戦では、当時人口約900人のこの村から55人の兵士が亡くなった。二つの大戦の間の時代は、ビルヘルムスフェルトにおいても貧困、インフレーション、 政治的混乱が横行した。第二次世界大戦後には、旧ドイツ領の東プロイセンやシレジア、チェコ領であったズデーテン地方などから放逐された人々、急速に人口が増大した都市部からの人々が流入した。1966年、この町は、州指定の保養地として知られるようになった。1970年代の市町村再編においても、この町は、 独立を貫き、シェーナウ自治体行政連合の一員となった。これに反し、1973年の軍の再編によってハイデルベルク軍が廃止となり、この町は新たに創設されたラインネッカー軍に属すこととなった。1989年にビルヘルムスフェルトの人口は3000人を超えた。ビルヘルムスフェルトのプロテスタント教会その創設の時代から、 ビルヘルムスフェルトの住民は、ほぼ完全に、プロテスタント信者であり、ハイリヒクロイツシュタイナ派の教区に属した。1867年に、ビルヘルムスフェルトに、独自の教区が設けられ、その1年後に、教会堂が完成した。はじめはごくわずかであったビルヘルムスフェルトの、カトリック信者は、第二次世界大戦後の移住者によってその数を増し、1961年には、 人口の27%を占めるに至った。1909年以降、この町にもフライブルク大使教区、ハイデルベルクバインハイム主席司祭区に属す独自の教区が設けられ、教会堂も建造された。1955年には新首都派教会の組織が形成されている。ビルヘルムスフェルトの議会は、議長を務める主長のほか 5年ごとの直接選挙で選出される14人の議員からなる。主張は8年ごとの直接選挙で選出される。2017年4月23日の選挙でクリストフ・エルドルフが町長に選出された。彼は7月1日に新たに町長に就任した。ズンガラ、青地に斜めに配された黒いグリップの銀の草盛り釜。 その上に被せるように左向きに配された黒いグリップの銀の斧。この紋章は1810年の印象に由来する。紋章はこの印象をもとにバーデンのゲネラルランデスワルヒーフが作成した。カマと斧は19世紀のビルヘルムスフェルトで最も重要な産業分野であった農業と林業を表している。旗は白から青で1956年に 内務省の認可を得た。テルチクタワー高さ41メートルの展望塔である。テルチクタワーは標高530メートルのシュリースハイマーコップフに立っている。この塔はテルチク家の寄付により建造された。熱海を自然公園に位置するこの街では変化に富んだ山歩きが楽しめる。冬には3つのクロスカントリーコースが利用可能で、 総距離は 20km に及ぶ。ビルヘルムスフェルットで、修道 L536 号線と L596 号線が交差している。9km 南に、連邦道 B37 号線が通っている。また、同じ距離だけ西へ向かうと、連邦道 B3 号線及び連邦アウトバーン A5 号線がある。バス路線は、ハイデルベルク、ハイリヒクロイツシュタイナハ。 シュリーズハイム、マンハイム行きがある。ビルヘルムスフェルトはラインネッカ交通連盟のサービス提供地域に含まれる。ビルヘルムスフェルトには基礎家庭学校と図書館がある。上級の学校は近隣市町村へ通うことになる。フィリピンの医師、詩人で国民的英雄であるホセリサールはかなりの期間をビルヘルムスフェルトで過ごした。 彼は1886年の数ヶ月間、ハイデルベルクの大学附属眼科病院で実務経験を積む間、この町の牧師館に住む牧師ウルマー家に滞在していたのである。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。